なんとびっくりな記事が飛び出してきました。Family will explore a possible sale of the team. They've owned it for 20 years. They say now is the time. This is a franchise that has no real clear-cut path. 大谷選手が所属するエンゼルスが売却を検討中ということで、しかもモレノオーナーがしっかりと発表していることなので、売却されるのは時間の問題です。モレノオーナーは次のように表明しています。エンゼルスを20シーズンにわたって保有したことは光栄で特別なことでした。この難しい決断は深く考えるに値するものだったが、私と私の家族は最終的に今がその時との結論に至りました。その声明に突然の報を受け、選手たちにも驚きが広がっています。突然の衝撃的なニュースの直後、インタビューを受けたエンゼルスのトラウト選手は次のように語っています。まだ頭を整理しようとしているところだ。私のキャリアを通してずっとここにいた。素晴らしい時間を過ごしてきた。アートは私の家族を気にかけてくれた。私にしてくれたことに感謝している。私や家族の世話をしてくれたこと、私を信頼してくれたこと、長期契約を結んだ時私のことを信じてくれた。このようにモレノオーナーに語り、感謝の気持ちを述べています。そして球団売却に対して次のように語っています。誰が購入することになっても、次のオーナーが決まったらもちろん会話することになる。あまり多くのことを語りはしませんでしたが、自分がお世話になっていたオーナーが球団売却を選択したことに驚きを隠せない様子でした。またネビン監督代行はこのように語っています。彼は私にも非常によく接してくれた。この組織にとって素晴らしいオーナーだったし、今もそうだろう。20年間で6度のタイトルに輝いた。人々は最近の交渉ごとにフォーカスするが、エンゼルスのあるアナハイムや地域にとって非常に大きく貢献した。このように語り、オーナーの功績を述べています。また今後はどんな気持ちで試合に臨むかと問われ、ネビン監督代行は次のように語りました。今日の試合に集中している。何も変わることはない。あくまで自分たちがやるべきことは変わらないと現在の心境を語っています。エンゼルスは2014年以来プレーオフから遠ざかっており、今季もア・リーグ西地区4位に低迷しています。苦しい状況で突然の売却計画発表、一体何があったのでしょうか。今回の動画ではエンゼルスが売却を検討している3つの理由を紹介したいと思います。このチャンネルでは以前にも、エンゼルスの戦犯モレノオーナーとは何者かという動画を出させていただいておりましたが、まさか球団を売却するとは思っていませんでした。今シーズンの序盤には全く予想もつかなかった出来事ですので、この5ヶ月で何があったのか、なぜ売却するのかについて記事をもとに考察していきたいと思います。モレノオーナーが球団売却を正式に発表。冒頭でも紹介させていただきましたが、8月23日エンゼルスのオーナーであるアルトゥーロ・モレノ氏が球団売却に動いていることを発表しました。この突然の発表に際して、モレノ氏は次のようにコメントしています。オーナーとしてエンゼルスの20年は大きな名誉であり誇りでした。組織としてファンの皆さんに家族向きのお手軽な球場体験を提供すると同時に、偉大なる選手を含む競争力のあるオーダーを模索してきました。大変に心苦しい決断ではありますが、私と家族は今球団を手放す決断に至りました。このプロセスを通じて、最後までファンと従業員、選手、ビジネスパートナーを第一義として参ります。このように語り、今回の決断が苦渋の決断であり、家族と共に下したことを強調しています。モレノ氏がエンゼルスを買収したのは2003年です。ウォルト・ディズニー社から1億8400万ドルで球団を買収し、その後20年間オーナーに就任しています。就任期間には松井秀喜氏、高橋尚成氏、大谷翔平選手を獲得したことは有名な話です。大谷選手がメジャー挑戦時もモレノ氏は直接交渉の席に着くなど、大谷選手の二刀流の活躍にはモレノ氏の存在は大きいと感じられます。しかしチームの強さはさておき、球団としての資産価値でいうと、モレノ氏の残した功績は非常に大きなものがあります。ビジネス面米国経済誌フォーブスによると、現在の球団の資産価値は推定20億ドル、買収した2003年に比べるとモレノ氏が就任した20年間で10倍以上になった計算です。
今季限りで FA となる大谷翔平選手と2030年まで契約が残るマイク・トラウト外野手を保有した形で売却することがオーナーが言う今というタイミングだったことが考えられます。もし売却されれば、米メディアの情報によると球団売却は年末までに完了が可能と言われていますが、業務取引の完全締結までは数年かかるのではと考えられています。新体制で球団のプロセスと大谷選手の処遇を同時に考えることは、球団にとっては新オーナーの体制や運営方針や経営状態によって大谷選手は今後大きな影響を受けてしまいそうです。突然の売却発表には驚きが隠せませんでしたが、それではなぜモレノオーナーは球団売却を検討しているのでしょうか。その3つの理由を見ていきたいと思います。球団を売却する3つの理由。エンゼルスの売却検討というニュースが球界を駆け巡る中で、本当に売却するのか、なぜこの段階で球団を売却するのかと考えると、いろいろな疑問点が浮かんできます。地元紙 LA タイムズはオーナーのモレノ氏の思惑を推測し、売却する3つの理由を挙げています。その3つの理由とは、1、スタジアムの買収失敗、2、家族内に跡継ぎがいないこと、3、戦力的問題を挙げており、それぞれ解説していきたいと思います。1、スタジアムの買収失敗。1つ目の理由はスタジアムの買収に失敗したことが挙げられます。汚職事件として一時期は大きな話題となりました。エンゼルスタジアムはもともとアナハイム市が所有しており、エンゼルスはスタジアムを借りている状態でした。そのためモレノ氏はエンゼルスタジアムと土地開発するための周辺の土地をアナハイム市から買い取るという方向で話を進めていました。金額としては3億2000万ドル、日本円で約438億で買い取ることに合意していましたが、その契約が白紙になってしまいました。契約無効になった理由は当時の市長であるハリー・シルー氏の汚職疑惑です。シルー前市長は土地の売却を交渉する際に市の機密事項を提供し、その見返りとして巨額の選挙資金を得ようとした疑いがあり、 FBI から捜査を受けていました。その真相は明らかではありませんし、シルー前市長は土地の売却交渉は正当な手続きを踏んだものであり、政治資金を要求した事実はないと疑惑を否定していました。しかし8月23日に市長を辞任しています。おそらく選挙資金を得ようとしていたことは間違いないのでしょう。そのためモレノ氏が計画していたスタジアムの買収計画もなくなってしまったというわけです。2、家族内に跡継ぎがいないこと。2つ目の理由は跡継ぎ問題です。モレノ氏は現在76歳と高齢です。そのことを踏まえて次のように発言しています。チームを引き継ぐ明確な意思を示している家族がいないのだと跡継ぎ問題について発言しています。おそらくエンゼルスタジアムの買収やその周辺の土地を買収し、土地開発を行うことはモレノ氏の大きな夢だったことでしょう。20年前、56歳で球団を買収してから20年間、それを夢見てきたモレノ氏としては、それが叶えられないと悟った今、76歳という年齢もあって、自分がオーナーとしてできることはもうないかもしれないと悟ったのでしょう。自分の身内に引き継ぐこと、後継ぎがいないことを考えると、球団価値が高い今のうちに新しいオーナーに引き継ごうと考えたのです。3、戦力的問題。3つ目はやはりチームが勝てないという戦力的な問題です。モレノ氏が就任した2003年にはブラディーミル・ゲレーロ、バートン・コロンらを補強し、2004年には地区優勝を決めています。その後も2005年、2007年、2008年、2009年、2014年と地区優勝を飾っていますが、ワールドシリーズ出場には届いていません。そしてその後チームは2014年を最後にプレーオフに進出できておらず、今季もここまで52勝71敗と4位に低迷しています。大谷翔平選手とマイク・トラウト外野手というメジャー屈指のスーパースターがいながらも結果が出せず、近年の補強も失敗に終わっていることが指摘されています。何度も FA で大物選手との大型契約をし、その度にその選手が不良債権となってしまい、長期契約の弊害をなめてきました。オーナーとしてこの選手を獲得しろ、獲得できなかったらお前はクビだと GM に圧力をかけることでも知られていたので、地元のファンやアナリストたちからはモレノ氏がオーナーである限りワールドシリーズ制覇は無理だとも言われていました。今季も大きく負け越し、
さらに傘下のマイナーリーグの期待値を示すランキングも最下位に沈み、未来の展望も見えていない状態です。2022年シーズンはモレノ氏がオーナーになって初めて年間観客総動員数も300万人を下回る可能性も出てきています。低迷を続けるチームに訪れたキロは球界や選手、そして観客に大きな影響を与えています。売却するなら今が絶好のタイミング。冒頭でも紹介しましたが、エンゼルスの球団資産価値は2003年にモレノ氏が買収した当時と比べて10倍もの資産価値があると言われています。それはモレノ氏の功績でもありながら、トラウト選手、大谷選手という2人のスーパースターが在籍していることが大きな理由です。スーパースターを抱えることで球場に足を運ぶファンが増えていくのです。今季オフで FA となる大谷選手ですが、メジャーでは半年後から1年後に FA になる選手をトレードに出すことは頻繁に行われています。大谷選手もその対象です。トレードで大谷選手を放出し、他の有望株と言われる若手選手を獲得するのも一つの大きな戦略と言えるでしょう。また大谷選手との契約を延長するという手も一つでしょう。今季のトレードデッドラインギリギリになっても大谷選手をトレードに出さなかった理由は、モレノ氏は最初から売却を検討していたからだという指摘もありました。現地アメリカに駐在している日本人記者の方は、今回の球団売却と大谷選手のトレードに関して次のように語っています。身売りする計画があったなら、大谷のトレードに動かなかったことは合理的な理由となる。つまりモレノ氏は大谷選手を資産として考えており、マイク・トラウト選手と並んで新オーナーからすると大きな買収要因となると考えているのです。エンゼルスに大谷翔平選手とマイク・トラウト外野手が在籍している今こそが、売却価値が最も大きくなると踏んでの売却なのです。確かに今の状況で売り手に回れば、最も高い値段で球団を売却できます。このタイミングでの売却はビジネス的には当然の決断かもしれません。しかしこのタイミングでの売却に懐疑的な意見もあり、ある事情通がこのように述べています。エンゼルスはメジャー、マイナーともに低迷している。大谷の存在が大きなストロングポイントとなるのは言うまでもないが、他はいわば穴だらけで、多くの箇所にメスを入れなければならない。そんな組織を買収しようとする水強な新オーナーが果たしているのだろうか。このように懐疑的意見を語っています。エンゼルスの今季の状況を見ると、そういう声が上がるのも無理はありません。その中での売却計画、現時点で買収する候補は誰が上がっているのでしょうか。次に買収候補として名前が上がっているオーナーを見ていきましょう。エンゼルスを買収するのは誰が候補？ジョー・レイコブ氏。エンゼルスを買収する人として筆頭候補は、 NBA のゴールデンステートウォーリアーズを所有しているジョー・レイコブ氏が挙げられます。ロサンゼルスタイムズではこのように綴られています。レイコブ氏は過去20年間様々なタイミングでエンゼルス、ロサンゼルスドジャース、オークランドアスレチックスの買収を検討してきた。 NBA において強いチームを作る彼の能力は証明されており、その手腕は生まれ変わるエンゼルスにも応用できるはずで、新オーナーとして魅力的な候補になるかもしれない。レイコブ氏はこの20年間で MLB 球団の買収を検討しており、チャンスがあれば参入しようと考えています。というのも、レイコブ氏はウォーリアーズを NBA 切っての人気球団へと変貌させるほどの敏腕オーナーであり、またエンゼルスファンであることを公言しているのです。レイコブ氏はアメリカの地元紙サンフランシスコクロニクルのインタビューで次のように語っています。私はマサチューセッツ州で育ち、若い頃に南カリフォルニアに移った。私はそこでエンゼルスのファンになり、アナハイムスタジアムで7年間ピーナッツの売り子として働いていた。球場も好きだし、エンゼルスは大好きな球団の一つだよ。このようなエピソードを披露し、エンゼルス愛にあふれる一面も披露していました。地元紙の LA タイムスはレイコブ氏にエンゼルスの買収について問い合わせたところ、次のような返信が返ってきたといいます。そんなに早くこの質問には答えられない。我々はいい機会を模索する。このような返答が絵文字とともに返ってきたと言っています。この返答にはどのような意味が隠されているか分かりませんが、もし売却となったならば、いつ所有者が変わるかが大きな焦点となります。スタン・クロエンケ氏。またある記事では NFL ロサンゼルスラムズのオーナーであるスタン・クロエンケ氏が入札に参加した場合、
レイコブ氏は競り負ける可能性があると指摘しています。クロエンケ氏とはサッカープレミアリーグアーセナルの買収でも知られている大富豪です。2012年のドジャース売却の際にも登場し、その際は惜しくも辞典だったと言われており、次なる買収チームを探しているといいます。ロサンゼルスタイムズ紙では、主にエンゼルスと同じホームタウンで活動するスポーツチームのオーナーに話を聞いていましたが、クロエンケ氏、レイコブ氏が最も有力な新オーナーになる可能性が高いと言われています。ロサンゼルスタイムズは買収の時期について次のように見通しています。一番の期待は2023年の開幕まで、またはその直後あたりに実現するだろう。このように見通していますが、大きな問題があります。 MLB 内でエンゼルス以外にも売却を検討している球団があるのです。具体的にはエンゼルス以外にナショナルズも今年の4月に売却検討を発表しており、さらにはオリオールズもオーナー同士で所有権をめぐって争っており、売却に発展する可能性もあると報じられています。複数の球団が売りに出されれば、 MLB 側の承認プロセスが遅れ、買収完了が遅れる可能性もあります。そしてエンゼルスの場合、売却には本拠地の問題も出てきます。買収したオーナーが本拠地をアナハイムから移動する決断をしたなら、もっと多くの時間と経費を戦力補強以外のことに費やさなければなりません。結果的に戦力補強に使える予算が圧迫され、選手補強は思い通りに進まないかもしれません。大谷選手をはじめとした将来有望な選手たちがエンゼルスから去っていくというシナリオを避けるためには、メッツのスティーブ・コーエン氏のような大富豪オーナーが就任することが絶対条件となることでしょう。大谷選手の去就はどうなるのか。ロサンゼルスタイムズ氏の見解。地元紙のロサンゼルスタイムズは次のように綴っています。大谷選手は来季 FA としてチームから離れることができる。本人は負け続けるエンゼルスに我慢ができないことを明らかにしている。いち早く新しいオーナーがチームの層を厚くし、大谷の周りに才能ある選手たちを集め、優勝に向けたビジョンを売り込むことができなければ、大谷は他のチームへと移籍することになるだろう。大谷選手の移籍の可能性が高いこと、そして新オーナーへの期待を込めてこのように綴っていました。ニューヨークポスト紙の見解。またニューヨークポスト紙は次のように記載しています。新オーナーが大谷選手に生涯アナハイムに残ってもらうために5億ドルを支払う決断をするかもしれない。新オーナーが誰になるのか、どんな決断を下すのか、まだ未知数のところが大きいかもしれませんが、新オーナーは大谷選手という最高のスターを手放すわけがないと語っています。さらに続けて大谷選手の残留についてこのように記載しています。大谷は自身が加入してからもう一度プレーオフに進出できていないチームに残る意思を見せなければならないが、もしかしたら新オーナーがチームは新たな方向に向かっていると説得できるかもしれない。このように大谷選手の勝利への意欲を利用することで、大谷選手の流出を止めるべきだと述べています。大谷選手はトレードに出すべき。大谷選手をチームの中心に据えるという意見がある一方で、大谷選手をトレードで放出することもエンゼルスにとって大きなメリットがあります。ニューヨークポスト紙は大谷のトレードについて次のように述べています。エンゼルスがもし彼をトレードに出す決断をしたら、エンゼルスが得られる見返りはかなり大きくなる可能性がある。そのメリットとは、大谷選手とのトレードとなれば有望な若手を多く獲得できるということです。 FA で移籍していくことを考えれば、 FA 移籍の前にトレードで有望な若手数名とトレードした方がいいと考えることもできるのです。それによりエンゼルスはチームの層を厚くし、チームとしての強化が図れるのです。そこで CBS スポーツは、エンゼルスの売却は翔平大谷のトレードの可能性を高めるかもしれないとして、大谷選手のトレード先についてマッチする5つの球団を独自の論点で挙げています。移籍先候補1、レンジャーズ。移籍先予想の5位はレンジャーズで、大穴として選出したと説明しています。大谷とトレードできる対象となりそうな有望株は揃っており、本気で上位進出を狙うならトップターゲットの一人になるはずだとしています。移籍先候補2、ヤンキース。移籍先予想の4位はヤンキース。ヤンキースは大谷選手がメジャーに挑戦する際に交渉の席にすら立たせてもらえなかったとして、大谷選手を痛烈に批判したことがありました。しかし
2021年の大谷選手の活躍を見て、地元ファンも大谷選手には一目置いていると言われています。ヤンキースが大谷獲得のためにトッププロスペックを出せるかどうかは難しいと言われていますが、今シーズン終了後にジャッジ選手も FA で移籍する可能性があるので、その穴を埋める一つの手段として大いに可能性があると言われています。移籍先候補3、カージナルス。移籍先予想の3位カージナルス。ファン・ソト外野手がナショナルズからパドレスにトレードされた際に最終候補に残っているぐらい若手有望株が揃っていて、大谷選手の獲得にも積極的であると言われています。移籍先候補4、メッツ。移籍先予想の2位はメッツ。大富豪として知られるスティーブ・コーエンオーナーはトップタレントの選手に巨額を費やすことを厭わず、ビリー・エプラー GM が大谷選手がエンゼルスと契約した時の GM だったことも挙げられます。メッツは MLB 全体でも屈指の好投手を揃えており、大谷選手が加わればワールドシリーズ制覇がぐっと手繰り寄せられることでしょう。メッツへ移籍後にワールドシリーズで登板していることを考えると、メッツへ移籍するのもとても楽しみです。移籍先予想5、ドジャース。移籍先予想の1位はやっぱりドジャースです。ドジャースは高校生卒業後にも大谷獲得に乗り出していたことが挙げられます。編成本部長のアンドリュー・フリードマンはこれまで超大型契約を締結させてきた実績と球界最高の育成部門により、エンゼルスに提示できる有望な若手も揃っていることが挙げられます。メッツと同様にドジャースも最高の先発投手陣を揃えているので、大谷選手がローテーションに入ることでより強固な投手陣が出来上がり、メッツと同様に大谷選手が加わればワールドシリーズ制覇がぐっと手繰り寄せられることでしょう。ドジャースのユニフォームを着て戦っている姿を想像するのもとても楽しみですね。1位から5位までかなり現実的な見方です。エンゼルスのファンからしたら残念かもしれませんが、エンゼルスも若手のいい選手を獲得できます。実現すれば面白い結果になるかもしれないですね。球団売却によって様変わりしたメッツ。球団買収によってチームが強くなるかどうかは断言できません。過去には買収後もチームが強くならなかったという例もたくさん見てきました。最近の球団買収例では買収によっていい意味で様変わりし競合チームへと変貌した例があります。それがニューヨークメッツです。メッツを買収したのは莫大な資産を持つスティーブ・コーエン氏です。コーエン氏は推定24億ドルで買収し、 GM にビリー・エプラー氏を据えてシーズン前に大型補強を敢行しています。メジャー屈指の右腕シャーザーらを獲得し、総年俸ランキングでも30球団中2番目となっています。エンゼルスと本拠地が近いドジャースも10年前に球団の買収があり、 NBA のスーパースターだったマジック・ジョンソン氏らの投資グループが引き継いだことにより、ここから名門復活の道が整い始め、今季もメジャーナンバーワンの勝率を誇り、連日スタジアムは活況しています。メッツのようなオーナーが買収すればエンゼルスも一気に強くなる可能性もありますが、逆の場合もあります。17年に元ヤンキースのスターデレク・ジーター氏らのグループがマイアミ・マーリンズを買収しましたが、チームの成績は上がらず、ジーター氏は今年2月にチームの共同オーナーを辞任しています。メッツは大富豪であるスティーブ・コーエン氏の買収によって一気に強くなったチームですが、同じようにエンゼルスもそのようになることを期待したいですね。今後の買収動向についても注目して見ていきましょう。さて、いかがだったでしょうか。突然のエンゼルスの球団の売却というニュースは大変驚きました。売却発表の2週間前までは大谷選手のトレードの噂がありましたが、トレードがないものだと思っていた矢先の突然の売却検討発言。されど、一体誰がオーナーに就任するのでしょうか。早ければ今シーズン終了後に就任、そして遅くとも来年のシーズン中には買収するオーナーが現れてくることでしょう。オーナー次第で180度チームは変わります。前例にもあるメッツのようにオーナーが変わって一気に強くなったチームの例もあります。チームがどうなるかはオーナー次第。エンゼルスファンというより大谷ファンの私としては、大谷選手がトレード移籍をして他のチームでワールドシリーズ優勝を目指してほしい気持ちは山々です。ですがエンゼルスで新オーナーの下で
エンゼルスをワールドシリーズ制覇への戦力となるのも捨てがたいですね。エンゼルスが強くなるシナリオには大谷選手が在籍していることは欠かせないことでしょう。私は大谷選手がどちらの道を選択しようとも彼の歩んでいく道を応援し続けたいと思います。このチャンネルでは今後のエンゼルスの動きに注目していきたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。